人そのリーダーアルバムもあるんですけど、特に僕が好きなのはマイケル・ブレッカーのアルバムに結構いろんな、曲を書いてまして、本当に作曲も素晴らしい人なんですけど、その人が書いたヒューマンバイトという、ちょっと変わった、曲を、演奏したと思います。Thank you.
楽しめるというジャズというのは、なんとも素晴らしい。